天野安影。彼はその生き様からドチ変なし、言い換えると公平な男というニックネームがついていたと言われています。ですが彼のその生き様のせいで最終的には家康と。そんな主君で大丈夫か。皆さんこんにちは。今回はそんな天野安影について解説していきたいと思います。いつもそばにいてくれる安影。天文6年に天野景隆の長男として生まれた安影は、幼少期から徳川家康の小姓としてそのそば近くに仕えていました。ちなみに家康は1542年生まれですので、安影の方が5歳年上となります。1547年、家康が6歳の時に今川義元の人質として駿河国へ送られることになってしまったのですが、この時安影は家康と行動を共にしていました。しかし道中で家臣の戸田康光が裏切ったのです。我ら幼いといえども三河武士竹千代様をお守りするのだ。これ以上の流血は無用です。そなたらの命無駄に失いたくはありません。いけません、悪に屈するなど。安影、耐えましょう。今は耐えることのできる竹千代と、それに少し不服な安影。結局竹千代たちは行き先を変更させられ、尾張国を支配する織田信秀のもとへと送られることになってしまいました。2年後の1549年には当初の予定通り駿河国へ引き渡された家康でしたが、その後10年以上人質として過ごさなければならなかったのは有名ですよね。おそらく安影たちの献身的な支えがなくてはとても耐えきれるものではなかったのではないでしょうか。一番辛い時にそばにいてくれる家康にとって、彼への信頼度は計り知れないものになっていったのです。1560年に今川義元が桶狭間の合戦で討ち死にされた竹千代を改め松平元康となった家康は、混乱に乗じて悲願の独立を回復しました。そして三河の戦国大名として名乗りを上げたのです。しかし喜んでばかりもいられません。1563年には支配下の西三河で一向一揆が勃発してしまいました。家康家臣にも一向宗の信徒が多数いたため、たくさんの家臣が寝返ってしまいました。自分の信念を変えることは難しい、主君も大事だけど信仰もやすやすと捨てることは難しいというのが中世の現実でした。そして実は安影も熱心な一向宗徒でした。親鸞聖人、お前もか、お前も悪だったのか。ですが安影は家康の忠義を全うすることを決断し、その場で信仰を放棄しました。さらに奮闘の末、祖父との一人馬場小平太を討ち取ったのです。また一向一揆と連携していた平吉明を攻めて東条城を奪取しました。1565年ようやく三河統一を果たした家康は岡崎に三河奉行を置くことにしました。そして3人のうちの1人に抜擢されたのが天野安影なのです。当時29歳、3人の中では最年少でした。ちなみに安影のドチ変なしがつけられたのは三河奉行時代からなのです。どちらかに肩入れするわけでもなく、公平に物事を判断することからこのように呼ばれていたとか。他の2人、優しい光力と怖い色に咲くその間に立ってバランスをとっていたかもしれませんね。苦難を共に乗り越えてくれる安影。その後も家康の信任は厚く、安影は多くの大役を任されるほどになっていました。そして着実に勢力を伸ばしていた家康でしたが、1582年に本能寺の変が起こってしまいました。6月2日に京都本能寺で家康の盟友であった織田信長が不慮の死を遂げてしまうのです。その時堺にいた家康は、上洛して追い腹を切るなどと言い出してしまうほど非常に驚き慌てました。それが殿の整備ならばどうぞどうぞ。いや、そこは止めてよ。ですが本多忠勝はじめわずかな友しか連れていなかった家康は、堺より伊賀を越えて岡崎へ帰城することにしました。いわゆる神君伊賀越えですね。
その道中は中央の混乱に乗じて落ち武者狩りが横行していて、決して油断のならない状況だったのです。こんな場面でも安影は家康の鎧を預かり、人目を引きつけ襲われたとしても野党たちを撃退していったと言われています。無事に岡崎へ生還できた家康、さてその後は北条氏直との同盟を堅持して秀吉との対決の姿勢を整えることにしました。そして1583年、安影は駿河国根尻城の城代とされました。安影が背後を守っている、信頼できる者に背中を預けていたからこそ、家康は秀吉との戦いに専念できたのかもしれないですね。やがて小牧長久手の合戦を経て秀吉と和睦した家康は1586年に秀吉の妹である旭姫をめとります。安影は旭姫を迎えに行くため大阪城へ赴き、秀吉から定宗の名刀を与えられました。さらにこの年に安影は甲賀忍者の統率を任され、彼らの扶養を賄うために三河遠江の両国から2200貫の稚魚を拝領したのです。家康の天下取りに重要な諜報活動も担うことになり、徳川家中においてますますその存在感を高めていきました。やがて秀吉が亡くなり、1600年、家康が上杉景勝を討伐に向かう時に安影は大阪城西の丸の城代に抜擢され、同年の9月の関ヶ原の戦いでは本拠地江戸城の留守居を務めたそうです。これはつまり安影は絶対に裏切らないという家康の確信と無条件の信頼が伝わってきますよね。この乱世にそこまで深く信頼できる家臣がいたからこそ、関ヶ原の戦いでは徳川家康は勝利できたのです。1602年には1万石を与えられ、広告寺城城主ともなりました。幼少期の人質時代からずっと寄り添い続け、三河一向一揆伊賀越えと数々の苦難を共に乗り越えてきた家康と安影の絆はまさに衆従を超えたものになっていたことでしょう。ですが慶長12年に事件が起こります。家康よさらば、我が一族堂々退場す。安影の晩年に大きな不幸が襲うことになるのです。徳川実記によると、天野安影が領地に保管していた竹や材木が夜ごと盗まれる事件が起きていたため、安影は足軽を置いて盗まれないように見張りをさせていました。そこへ案の定盗みに入る者が現れたのです。足軽はなんとか材木を守らねばと奮闘しました。しかし盗人が大勢であったため、やむなく刀を抜いて切りつけたというのです。幾人かを切り捨て盗人を撃退し、これでめでたしめでたしとはなりませんでした。実はその盗人の一人が代官に天野安影の足軽と口論になり、切られたと訴えたのです。自分の悪行は棚にあげて、ひどいですよね、これはさすがに不問では。ですが当時一つの悪法があり、足軽を窮地に追い込むことになってしまったのです。1603年に制定された決まり事、諸国豪村を規定、その内容には天領、幕府の直轄領の百姓を殺傷することを禁じたものが含まれていました。足軽にとって運の悪いことに、その盗っ人らは富士郡原田村の村人たちだったのです。実はこの場所は天領地、経緯はどうあれ天野安影の足軽はこの天領の百姓を殺傷したのでした。足軽は掟を破ったことになるのです。申し出を受けた代官は幕府へと取り次ぎ、その後幕府は足軽を差し出せと言ってきました。困ったことになりました。もしここで足軽らを引き渡してしまえば、理不尽な罪を認めてしまうことになります。やはりどうかご公儀に私めの身を突き出して、お家の存続をお図りください。私の首一つだけで済むなら、それが一番でございます。俺はもうあの時のように悪には屈しない。それはできぬ。そなたを突き出すぐらいなら、正義のために私は出奔するぞ。ちょっとそれはいけませんよ。ほら、奥様も殿になんか言って殿をお止めになってくださいよ。あなた、役にはめずだ。私もしようなし、あふにとすめしわ。ちょっと、怪役だよ。お取り潰しなんだよ。
これも混ぜろよ。もうめちゃくちゃだよ。土地変なしの安影は一歩も譲りません。彼の一族も同じでした。そして安影は一族と共に城も所領も放棄して出奔してしまったのです。そのため広告事犯は改易となりました。なぜだ安影、なぜ耐えてくれなかったのだ。悪行無効ではないか。こうして天野安影は相模の再燃時未撤去することにし、その後も徳川家に戻ることもなく正義を貫いたまま逝去しました。1613年2月24日、享年77歳。天野安影はどのような思いを抱いて再燃寺で過ごしたのでしょうか。実のところ、徳川家康からは何度も家臣として復帰せよ、これ以上は咎めないと言われていたらしいのです。しかしそれでも最後まで、土地変なしを貫いた男、安影。日本史最大級のラスボス、たぬき親父に抗った様は見事と言っていいでしょう。それでは今回はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。